神奈川県第1区はかつて存在した衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員総選挙から設置された。当初の区域は横浜市全域であったが、1975年の法改正で神奈川県第4区が分割して設けられた。廃止島で定数は4。 1975年公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数109万1867人、投票率。 59.59% 59第39回衆議院議員総選挙2月18日執行当日有権者数102 4118人投票率62.47%第38回衆議院議員総選挙7月6日執行当日有権者数93万9190人投票率 55.75%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数。88万4573人。投票率 55.。55.03%第36回衆議院議員。総選挙6月22日執行当日。有権者数。83万6150人。投票率 65.。65.40%。 第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、82万9924人、投票率46.98%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数、81万6846人、投票率61.54%第33回衆議院議員、 総選挙12月10日執行当日有権者数、167万3243人、投票率 57.、57.59%第32回衆議院議員。総選挙12月27日執行当日、有権者数、148万5875人、投票率 52.、52.27%第31回衆議院議員。 総選挙1月29日執行当日有権者数120万6995人投票率63.15%第30回衆議院議員総選挙11月21日執行当日有権者数107万3277人投票率52.49%第29回衆議院議員 総選挙11月20日執行当日有権者数、84万1245人、投票率 58.、58.43%第28回衆議院議員。総選挙5月22日執行当日有権者数、73万3540人、投票率 65.、65.67%第27回衆議院議員。総選挙2月27日執行、当日有権者数。 69万77人、投票率 60.、60.53%。第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、63万7068人、投票率 56.、56.78%第25回衆議院議員、総選挙10月1日執行当日有権者数、67万3942人。 投票率 57.、57.89%第24回衆議院議員、総選挙1月23日執行当日、有権者数、50万17人投票率 59.、59.98%、第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数、41万1866人、投票率、5 9 2 2 ありがとうございます。